どうも、ピアキングです。今日はこのコースやっていきます。サブゼロスレイム、カッコトロール、ゼロ以下の刑務所ということですかね。で、サムネにはゼニガメ。どういうこと？タイトルはわかるよ。ゼロ以下の刑務所ってなんかかっこいいもんな。いや、わかんねえよ。どういう意味だよ、ゼロ以下の刑務所。まあそれとゼニガメの関係性が全くわかんないのよ。ちょっと考えていい？考えるのやめた。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 そういや最近こんなコメントもらったんだよね。僕の動画はクレヨンしんちゃんみたいなジャンルの面白さって言われたんだけど、それもどういうこと？幼稚ってこと？まあクレヨンしんちゃんは大人もこのボボ楽しめるもんな。そう思われて光栄ですよ。上は来いよ。で、今オンオフ変えられたけどさ、ここ勝ちブロックやっぱりあるよな。で、こっちもやっぱりあるよな。ってことはスタートした瞬間このドアの方に行かなきゃ入れなかったっていう感じなんじゃないかな。まあ、いや一旦全部叩いてみようか。多分全部コインだと思うんだけど。ちょ待って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 、当たれ、今のは当たれ。せっかくさかなが出てきてくれたんだからさ、開幕オンオフ。まあクレヨンしんちゃんでも色鉛筆しんちゃんでも絵の具しんちゃんでも見てくれる方が面白いって思ってくれれば何でもいいのよ。さあ USA キノコが取れた。ここのブロックはコイン。じゃあこの雲を抜いて、あのパワーブロックを抜いて上に上がれっていう感じなんじゃない？いや、そう簡単にはいかねえよな。でもすぐパワーブロック抜いていくよ。雪玉オンオフが変わった瞬間、ジャンプして雪玉を避けていく。そしてこの上にブラパがいなくなったから先に進もうか。このオープンブロックは何？なんか出てくるかな。こっからアイテムが出てきますっていうこともなさそう。じゃあ一旦進んでってみようか。上は隠しブロックがあるだけ。じゃあここでまた USA 記録を取っていいのかな。まあどうせ上にリンクがあるから取る必要ないと思うんだけど。オンオフしたら絶対なんか来るよ。何が来る？ちょ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 もうやーべよ。笑ってやれるのも今のうちだぞ、ピアキング。どうせ10分か15分後には喉もカレカレでやってるんだからね。さあここでリンクを取ってダメージを受けて土管に入っていこうか。まあここは余裕だったな。そしてここリフトに乗ってこんなん笑うやろ。まあでも笑ってばっかりであったらダメだよな。ちゃんと突っ込んでいかないと。この鉄くず、ここ右出しでいいのかな。なんかキラーに当たりそうな予感がするんだけど。いや、ギリギリいけるのね。さあ上に進もう進もう。でこのオープンはいや違うんだって。いや今のはわざとと思われてもしょうがないようなことをしたと思ってる。でも本当にわざとじゃないからな。じゃあここは鉄球なんじゃない？鉄球じゃない、キノコ様。いや、こっちのキノコはいらないよな。でかい方はいらない。先に進めなくなるからね。じゃあこれ、おお、じゃあやりゆうじゃるまる。面白い。今までにないようなバナばっかりでめちゃめちゃ楽しいね。さあここで左ダッシュしていいのかな。左ダッシュはだいたいまずいって。でももう行くしかないよな。いや、あ、左右で動ける。ちょんちゃんで抜けろってこと。そういや僕ですね、4年ぐらい実況やってるんですけど、最近気づいたことがあるんですよ。僕ゲラみたいです。いや、おせえよって感じだよ。もう何やってんの、これマジでどうにかしていけないの。でもさ、一人で実況しててゲラゲラ笑ってても動画としてつまんなくなるじゃん。だから今から笑ったら即終了っていうのをやっていこうかなと思います。さあここのメットを落として、こっからキノコが取れるわけでもない。これさ、実はピースイッチが鳴ってるみたいな、そんな感じなんじゃない？でここでキノコ取れますみたいな。いや違う、今の違う。普通に笑ってしまった。お前のせいだぞ。だ、緊張感が足りてないんだよな僕に。だからすぐ笑ってしまうみたいな。笑ったら実況即やめるぐらいの勢いでいこうか。多分それでいい。いいかゲームの始まりで、ここ降りて右押しっぱでいいのかな。そしたらバネに当たってもと思ったけど当たんないね。じゃあしゃがみジャンプしたまんま左に行く。オッケーオッケー。さあこれで土管に入っていこう。そろそろ中間ポイント見えてくれてもいいんじゃない。中間が見えないで、どうせお前は何がすぐるだ分かってんだ。でも右に行くしかない。もう右ダッシュしかないもんな。だから右ダッシュしてこっから一緒やっちゃう。どうすんよ、罠に引っ掛けるのは1回でいいんだ。2度も3度も引っ掛けるなよ。右行った瞬間ジャンプ、これで大丈夫。右行った瞬間左に逃げてみようか。それで、いや、ギリギリ行けたね。そんで右下分かるぞ分かるぞ、見えないところから何かが出てくるっていうのかな。え、怖い。でもゆっくり行こうか。この氷ブロックすり抜けるとかそんなこともあるかもしれないもんな。一旦ジャンプして、いや、すり抜けれないか。え、これ意外といけちゃうパターン。
んですか。スネを邪魔するな。あ、このスネを乗っても何もなんない。じゃあこのピンコイン取っていいのかい。でももう分かったもんねって。このコインを取った瞬間左にジャンプすればいい。そしてこのピン踏んでいいのかな。このピン踏んだらこの上から何が降ってきそうな感がする。だからあえて下から叩いてみる。ここアイテムがありますよみたいな。ピューこの動画でいつもわざとっぽく引っかかってるとか言ってるやつらに告げ。じゃあやってみてくれよ。難しいトロールコースっていうもの絶対こうなっちまうんだからな。このピン押していいのかい。いや押すしかなかったもんな。押したらどうなる。一番左に逃げておこうか。お前なんだよその動きがさ。反復横跳び世界大会絶対1位になれるって。1分間で300回ぐらいできるんじゃない。じゃあこの USA 記録を取っても何もないのは分かってんだよ。サムネに可愛いゼニガメがいたけどさ、そのゼニガメ要素がないと僕はやっていけないんだ。これはどれどれどれよっしゃ。でこっからどうすればいいんだろうな。この砲台が下がってくれないと僕はいけないよ。頼む下がってお願い。オッケーオッケー。じゃあ僕はゼニガメになりたいと思います。ダー今のゼニガメ泡吹いて倒れた時だね。まあでも中間ポイント見えたのはめちゃめちゃでかいね。ここですぐに右に行って中間ポイント待てよ。ナイスゼニガメ。そしてここは右に行けばいいのかな。こっちしかな。いやいいかいいか、あのピンコインを取るの忘れたけどどうせやられるんでしょう。さあここは右に行って、この生き玉を蹴ります。蹴って上からなんか落ちてくると思うんだよな。は？え、ちょ、全然意味わかんないんだけど。さっさと出てこいよ。いやいや待て待て、次は罠が変わってるかもしれない。 USA 記録じゃないで違う何かが降ってくるみたいな。ここで待っておこうか。ギリギリで。いやー USA キノコなのね。じゃあオンオフをして先に進みます。でもう一回 USA か。これガリガリなんかなんかありそうだから避けていきます。うわー進んだら進んだであるか気になっちゃうよな。さあオンオフをして今度はどうすればいいんだろうな。あのでかいキノコちょっと待て。いやこれは、お客さん気持ちいいですか。なんでだよ。ここはすぐに花ちゃんを持てばいいだけだと思いますよ。ちょっと花ちゃん早いけど持てると思います。まあ見ててくださいよ。余計なことはするな。そうやってキッチンにいるお母さんに小さい頃教えられただろう。ここは右出しで大丈夫だ。そしてこの記録を取ってブロックを壊していく。オッケーオッケー。さあここでなんだよこれは。え、これジャンプできる。しゃがんだら収まんのね。一旦しゃがんでジャンプしようか。これは入ってんじゃない。だってこのフラワー状態じゃないと先に進めないもんな。オッケーオッケー。さあこの氷を溶かして、あ、さっきの場所か。でここもフラワー、これもフラワーが出ました。さあこれはこんな感じで行っていいのかな。なんか上、いや全然行けないんだけど。あ、チビになって行けっちゅうことね。さあチビになりますからのダッシュで行こう。そして上のハテナ届かないよ。チビになっちゃいけないってことはもうダッシュで行くしかないよな。こうやって、いやそこ隠しブロックがあるのか。じゃあハテナブロックを叩いて、これはチビになる必要はない。まあキノコがあるもんね。で左上フラワーが見えるぞ見えるぞ。ってことはこの場所で待っておけばいいんじゃない。ガスケガスケ。そしてこっちのどかに入っていく。下の砲台はバナだろきっと。スタンドスティール。ふざけるな。あんな左上に餌をちらつかせなんてさ、絶対こっちでいいと思うじゃん。じゃあこの上で何もしない。あいいのか、こっちでいいのか。上の扉に入れっていうことなんじゃないのか。その前後はいいっていうのはこっちはなんだ。なんか知りたい気みたいに。やっぱそうだよな。もうこの音楽聴いてそう察したぜ。これはどこに行けばいいんだろう。とりあえずこの場所でジャンプしながら見るわ。左上の針に当たれっちゅうことか。ここのバネに当たって左、うわここバネがマジで邪魔くせ。このシーソーに乗ってバネのめちゃめちゃ難しい。あの一マスのところに入るの相当難しいんだよな。ここなんで見に行くのよ。これ左に行かないの。これどっちに行くか分かんないみたいな。右に行っちゃうんだよな。僕ねずっと左を心配してるんだけど、これもしかしたら大幅なカットが入るかもしんない。せめて一回左に行って一回だけで行けよ。いたたたたたくっそぶつけんってこれ。あのバネが来てない時に針に当たれっていう感じでしょ。いけ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 。
いやこれ本当に難しいよ。さあここで左、あでもなんとなくもう行き方分かったわ。もうそんなに時間かかんないんじゃないので、右下に出てきた。あんなバブルなんかに絶対頼んでよ。頼ってしまうと身体救命陣の名が汚れるもんな。まあ見ててくださいよ、ちゃちゃっとクリアして見せますから。あのバネが重なった時ぐらいにこのバネに当たってみようか。そうすれば簡単にやられることができるんだ。もういいかな、もうこのバブルに当たっていいかな。だいぶ長いこと時間やってるんだけど、すごく難しいこのコース。君の名は何て言うんだい。だって残り時間10秒しかねえよ。えこの新体験僕クリアできないの。4秒上等じゃねえか。クリアするまで何度だってやってやるよ。ただのバカだ。まあでもなんとなくもういけるような気がするんだけど、あの左上があるじゃん、左上にちょっとさ坂みたいなになったらと思うんだけど、あそこでどうしてもつまずいちゃうんだよな。ほらほら今みたいに上行って一旦止まってみようか。いや来た来た、これ大チャンスなんじゃない。そしてこっから走ってあの針の方に行く。ちょっと集中するね。これか、しゃー死にたい救命士を食べるな。これでやっと気持ちよく進めるわ。ファイヤー取ります。で移動した瞬間に右押しパン、これでいいんじゃない。そしてこのドアに入っていこうか。でさっきの C 耐久さ、もう一個入り口があったんだよな。またあっちに連れて行かれそうで怖えぜ。頼むもう連れて行かないでくれよ。もう引っかかったのはいい、引っかかったのはいいから。あーよかった、もういいよこの軍手、もうやめ。じゃあここは右を出発して進んでいく。でキノコは取っちゃいけなかったのかな。まあ取ったらいけないよな、この先進めなくなるから。でオンオフしてキノコが落ちてくると思いますよ。ダメ、そのキノコを取ればいいっていうことでしょ。さあキノコを取っていく。ダメなのかい、いいのかい、どっちなんだ。いやもう進むしかねえ。いける、いけませんね。中間にはどこだ、俺のお姫様はどこだ。早く中間ポイント2の顔を見せろ。取っていいのか。ねえじゃないんだよ、俺は中間ポイントが欲しいんだ。これ、じゃあここは全て無視していこう。お前なんだよその合体はさ。頭が左から来て体が右から来るってどういうことなんだよ。でこの USA は取れそうにない。もう無理だよな、下から行ってみる。ここなんかあるみたいだ。いや一旦左におびき寄せておこうか。左に来い、左に来い。そして右にいなくなった瞬間ここでジャンプ。うわ、なんもねえか。じゃあもうスネークブロック乗れないね。やっぱここに何かあるんじゃないの。いや、キノコがまだあるよ。あのキノコをきれいに取っていこうか。いやこれいけるかな。はい、なんだってめ。やっぱりあのハテナ叩かなくちゃいけないんだ。右に行った瞬間ジャンプする。そしてこの USA 記録を取ればいい中古なんじゃない。さあ行こうか。もう本当に中間ポイントにあってもいい。マジで長いなこのコース。あった、これどうする、普通に行っていいのかな。行くよ。あー取らせねえよ、お願いだから取らせねえよその中間ポイント。左は、あーここは待っておけばいいのね。上から何か降ってこない、大丈夫。真ん中、左の方逃げておこうか、大丈夫かな。でも一回発動することはないね。頼む、まさかオープンだ。さあここでオンオフをして下に行けばここ壊れるとかなんじゃない。壊れはしないかな。あーしないっぽいね。さあ逃れ入っていこう。よしよし、中間ポイント2だね。でここは何もしない、それが合ってる。そしてこの雪玉を持って倒せばいいのさ。さあ行こうじゃないキャバリー。そしてこの先にパウブロックがいるって書いてる。パウが左下にあるからあれを取ってこいっていうことで。うわ普通取らせてくれるとは思えねえな。いや一旦取ってすぐ右に行く。やめてください。いや中間ポイントの効果ってすごいよな、精神的にめちゃめちゃ楽になってるよ。じゃあ B スイッチを踏む。そうしたらどうなるか。このパウ様、ちょっと待って、ベッド B スイッチを踏みます。そしたらすぐにパウブロックを回収しようか。いやちょっと待って待って、いやいいのかな、当たったけど大丈夫。もういいや、このまま進んじゃおう。でここまで長かったからゴールまで相当遠くないと思うんですよ。どうせリンクを取らなきゃいけない。ありがとう。そしてここは分かったよ、ここで爆弾投げればいいっていうことなんじゃないの。そしてあのハテナブロックを壊す。ブーって言われたけど大丈夫。ブワーディオー。
じゃあこのオープンは何もしちゃいけなかったんだろうな。でさっきパックンが出てきたのが見えたからこの辺にいるんじゃないの。オッケーオッケー。そしてこのつららを越えていく。そんでオンオフしなきゃいけないのか。いやしたくねえなこれ。オンオフして僕は何もしない。いやいいの。ちょっと待って、右にダッシュしても全然動けないんだけど。やめろ、それで貢献してから。やめろ、これジャンプして抜けれないかな。全然抜けれない。っていうかジャンプもできない。バグりすぎだろこれは。いや今の面白いの見れたな。引っかかってよかったって思うよ逆に。じゃあオンオフした瞬間右を審判、これで大丈夫。ちょーい、ドッスンはダッシュして抜けていけっていう感じかな。さあこっから上下どっちに行くかなんだけど、こっちは、あ、こっちにも行けるんだな。やめて、ホッケ。あ、これハクだよ。ハクで合ってたんかな。じゃあ右に行ってみようか。あ、絶対合ってる、絶対合ってる。ここでヒップドロップしなきゃいけないもんな。ヒップドロップします。そしてこのピンコインを取ってここで壊せないのかな。左に行ける。これは貫通することはできないね。やめろやめろ、行け。ここでヒップドロップするところまでは合ってんだよな。でどこで蹴るかなんだけど、もうこの辺ですぐに蹴ってすぐ土管に入っちゃおう。オッケーオッケー。そろそろそろゴールよ、見れてくれ。エンドンと入るなってこと。いやもうこっちに来たからにはもうこの土管に行くしかない。土管じゃない、ドアで。さあどうなる。ゴールが見えた。頼む、ゴールをさせてくれ。え、これゴールできるんじゃないの。なんでよ。今絶対ゴール通過したじゃん。なんでマジで意味わかんない。ダックトゥービー、しゃがんで勝つ。あ、今のとこしゃがんでおけばゴールできたみたいな。もうそんなわかるわけねえじゃんか。頼むって、もう中間ポイント戻しなきゃ。やめてくれよ、 F じゃないんだよ。こっからゴールさせてくれるパターンを見てくれ、見てくれっていうか見せてくれ。トラスト、信頼するっていう意味かな。右のブラッパー当たれる？あ、ブラッパー当たれそうだよ。キノコも取れた。一旦キノコ取って左の方に行くしかないもんな。これでブラッパーに当たって、はい終了っていうわけにもいかないしな。これは？ん？全然意味がわかんない。どこにいるここ。もしかしてこれ中間ポイント戻しなんじゃない？右行く？いや絶対そうだ、これ中間ポイント取ってるかもしんねえ。いやー、何がトラストだよ、何が信頼するだよ。信じた僕はバカでしたよ。さあここでしゃがみを失敗したらゴールができる、そういうことなんだろう。本当にこれでゴールできんの。やったいやバグはねめちゃめちゃ多かったんだけど、本当に楽しいコースでした。ゼニガメ要素はどこにあったかわかんないんですけどね。どうもご視聴ありがとうございます。はい、それじゃあ作るコースはこのコース。スコアをカウンストさせてからゴール。新しいゴール条件みたいなコース名してますけど、これ本当にスコアをカウンストさせなきゃゴールできないコースだから、それだったらめちゃめちゃやばくない？チャレンジ数もおかしいのよ。3256回チャレンジしてまだ1人しかクリアしてないっていう、とんでもないコースだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.03%。 スコアのカウンストとか今まで一回も見たことないんだけどな。そんなコース見たことある？さあ始まった。時間は260秒あるのか。とりあえず P スイッチを踏んでこのドアに入ると何があるかなんだけど、意味わからんって。土管みたいなんがあったよな。その土管に入っててみようか。あ、多分こっちに行けっちゅうことだね。そんで、なんだのこれ。最初の土管に入ります。でボスがやられた音が聞こえたよね。でこっちも行き止まりだからもう一回土管に入ります。で鍵ドアがあったからこの鍵ドアに入れるみたいだ。何をやらせてんだ。めちゃめちゃ嫌な予感がしてきた。この土管に戻るじゃん。で鍵ドアに入るんじゃなくてもう一回土管に戻ればいいと思うんだよね。でこれを繰り返しまくってスコアをカウンストさせるみたいな。いやこれどんだけ時間がかかんの。今どんくらいスコア。78万で90 やべえって。僕もうずっと下押しっぱなししてるんだけど、これ話せないじゃん。どうしよう、やめていい。でももうエランジはあったしな、そういうわけにもいかないもんな。とりあえずどんだけ時間がかかるか計算してくるね。ちょっと待ってて、今計算してきたんだけどとんでもない結果が出てきましたよ。約5時間5時間ずっと僕がこの十字キーの下ボタンを押さなくちゃいけないの。無理無理無理、そんな無理ですよ。トロールコース何本取れるんだって話ですよ。フラ降ってきていいかな。まあいいや、一旦この状態でテープかなんかつけてそのままにしておけ。
さあ、やっとここまで来たね。6時間手前ぐらいかかってるんだけど、スコアがもうすぐカンストですよ。来た、スコアカンスト。え、鍵手に入ってなくない？いや、入ってないよな。うわ、これどうなんだろう。え、6時間近くしたのに誰も入ったか。そんなことはないよな。マジやばいね。残り4秒しかないけど、まだ鍵が手に入ってないんだよね。うわ、どうしよう。これで最後まで鍵が手に入らなかったらさ。いや、そう、今鍵手に入らなかった。あ、なんかピンスイッチもなくなってる。で、多分鍵が手に入った音が聞こえたと思うんだけど、今マリオの裏鍵あるかな。いや、なんかあるね、なんかあるね。で、鍵の輪に入っていけばいいみたいな。うわ、どうしよう、入るの怖え。ミスっちまったらさ、これまた6時間やるでしょ。いや、ちょっと待ってね。よっしゃこれはもうゴールだろ。よっいや、苦労した。いや、スティックを下に倒してテープをつけちゃっただけなんやけど、やられるとまた6時間やり直しじゃん。そのプレッシャーがマジで半端ないね。ってことで今日は終わるんですけど、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。